ファンの間では噂になっていたんです。記事を読んで、やっぱり。って、みんな騒いでいます熱、ね、っぽくそう話すのは、羽生結弦26のファンだ。彼女を興奮させているのは、6月22日に観光されたフィギュアスケートをテーマにしたムックシリーズキッスクライ東京ニュース通信社の最新号。 独占最新インタビューと銘打たれた記事中で、羽生結弦選手本人が BTS を演技の参考にしていると明かしたのです。出版関係者 BTS といえば、世界で大フィーバーを巻き起こしている韓国のボーイズグループ、日本でも、6月にリリースされたベストアルバムは78。 2万枚オリコン週間アルバムランキングと今年度の国内最高発周売上げを記録したュー・ユズルは今回のインタビューで次のように語っているテレビでダイナマイトを見た時にこの余裕感や姿勢などが特にショートのためには勉強になるのではないかなと思いカンコピしようと思って聞き始めましたダイナマイトは 作家に世界中で大ヒットした一曲。冒頭の通り、羽生譲るファンの間では以前から BTS を聴いているのでは、と噂になっていた。3月の世界選手権と4月の国別対抗戦のウォームアップ中、イヤホンで何か聴きながら軽く踊るような仕草をしていたんです。 それを見て BTS のふりだと一部のファンは気づいていました。ハニューユズル君は音楽好きですが日本の曲ばかりで K-POP を聴いているという話は聞いたことがなかったので意外でしたねそう話す冒頭のファンは4月にハニューユズルが出演したアイスショーでも気づいたことがあったという BTS はフィギュアに取り入れやすいダンスがキレッキレだったんです。本人はダンスの上手な人の真似をしたと言っていて、今回の記事を見て納得しました記事中で羽生結弦はこう続けている。ダンスを習ったり、ヒップホップを習ったりはしていないので、基礎が何もないのですが、少しでも勉強したいと思って、 ダイナマイトを練習しました。ないは、本日中前述の通り、特に、ショートプログラムのために練習したようだが、実際、ュー・ユズルの演技にどう活かされているのだろうか。ュー・ユズル選手のショートプログラム20、2021シーズンの、レッドメンエンターテインユーは、競技には、珍しい感じの、 まるでライブステージを見ているかのようなロックでしたからね。実際に羽生ゆずる選手は口ずさみながら踊っていましたし、ダイナマイトの振り付けや雰囲気は参考になったのではないでしょうかそう分析してくれたのは、プロフィギュアスケーターの沢山里奈さんだ。沢山さんも、自身の YouTube チャンネルでダイナマイトを表情で踊っている。 ダイナマイトは激しいダンスが多い BTS の曲の中では緩い方だと思うのですが実際に踊ってみるとその緩さをかっこよく見せるのが難しいんですただ、羽生結弦る選手にはかなり合っている振り付けだと思いますこの曲はマイケル・ジャクソンへのオマージュでダンスにも彼の特徴的な振りがたくさん入っているんですが マイケルと BTS。波ユズル選手に共通するのが、スターの風格や余裕。そして、手足が長く細身なこと。ダイナマイトはそういう体型に合う振り付けです。それに、手の振りや胸の動きなど、主に上半身で見せるダンス。スケートで滑りながらできる動きが多いので、 取り入れやすいと思います羽生結弦は、BTS の別の曲の習得も目指しているとも明かしている。ダイナマイトが踊れるようになって、他にもかっこいいものはないかなと思って見つけたのが DNA で、まだ踊れないのですが、踊れるようになりたいなと思っています3連覇かかる、北京五輪での、 BTS 局仕様の可能性は、ー・乳ズルのこの言葉を受けて、あるフィギュア関係者はこう推測する。ー・乳ズル選手は、来る21-22シーズンのプログラムについて、フリーは昨シーズンからの天と地とを継続する意向を明らかにしています。一方、ショートプログラムは変更を考えているようです。 DNA を練習しているということは、新章との参考にしようとしている可能性もありますね。今度のシーズンは2月に北京五輪の開催が予定されており、羽生結弦が出場する可能性は高い。フィギュアスケート評論家の佐野みさんは、羽生結弦選手は、これまでも様々な試みをしていて、 その結果として、五輪に連覇を成し遂げています。三連覇がかかる中で、BTS の動きを取り入れるといった、新しい試みをしているとすれば、面白いことです。フィギュアスケートは、クラシックバレーのような動きが基本ですが、それだけにとらわれると進歩がありませんからね、動きの参考にするにとどまらず、BTS の曲を使っての演技も、 ファンならずとも見たいところ、五輪で BTS の曲を使用する可能性はないのだろうか。佐野さんは、ルール的には問題ありません。使用したら面白いのではないでしょうか。ただ、試合のプログラムでポップスやロックの歌詞のある曲を使うとしても、今現在流行中の曲を使用するケースは、 少ないので可能性は高くないと思います試合での曲仕様はやや望み薄だが、エキシビションやショーでならあり得るというから楽しみだ。ちなみに、ハニューゆずと BTS は同世代。メンバーは23から28歳で、リーダーの RM はハニューゆず選手とちょうど同い年。BTS はパフォーマンスの質が高いことが、 人気の理由の一つですが、その質を保つために熱心に練習を積み重ねています。例えば、昨年のダイナマイトリリース前には1日18時間もダンスの練習をしたそうです。K-POP に詳しいライタートップに立ちながらもストイックさを失わない姿は、ハニューに重なる。その姿勢からもハニューは、 刺激を受けているのかもしれない。北京五輪では、BTS とのコラボで新境地を開いた羽生結弦の演技を期待したい。次のオーディオビデオでお会いしましょう。